私がなぜスピリチュアルエステティックかというと、肌をトリートメントしながらコアな魂の部分までもまるっときれいにするからなんですね。皆さんの周りで、高見さんのようにいつも元気で大活躍している方がなんか最近疲れが取れないんだよねっていうこのキーワードを聞きましたら、疲れてるんだねと言って私をFacebookでおつなぎください。よろしくお願いします。